スティーブ・ポッツはアメリカのジャズ・サックス奏者である。主にアルト・サックスと時々ソプラノを演奏する、ポッツは仲間のサックス奏者、スティーブ・レーシーとの30年間のパートナーシップで最もよく知られている。テナー・サックス奏者のバディテートのいとこである、ポッツはロサンゼルスで建築を学び、サックス奏者のチャールズ・ロイドからレッスンを受けた。その後、彼はニューヨークに行き、そこで エリック・ドルフィーの生徒となり、ロイエアーズ、リチャード・デイビス、ジョー・ヘン・ダーソン、レジー・ワークマン、チコ・ハミルトンと共演した。1970年に彼はパリに住むためにヨーロッパに移住した。その後、彼はデクスター・ゴードン、ジョニー・グリフィン、スライド・ハンプトン、マルゴル・ドロン、ベン・ウェブスター、ハル・シンガー、クリスチャン・エス・クード、ブールー・ヘレ、オリバー・ジョンソンと共演した。 1973年頃にスティーブ・レイシーと出会い、彼のグループで30年間にわたって演奏を行うこととなった。ポッツは映画のスコアもいくつか担当している。チコ・ハミルトン・スティーブ・レイシー。ありがとうございます。